目惚れゴールデンのエル。エルください。はい、ありがとうございます。確認正月から法律が変わって副原料でフルーツとか果実とかも使えるようになったのでグレープフルーツ入れてみました。ほらでもそれが一番バランスがいい感じで。そうですね、まあ、法律的に原料の 5% しか入れれませんけども、それでもグレープフルーツの香りがするようにこしらえました。はい、ありがとうございます。エンジです。はい、あそこです。はい、はい、はい、500円お願いします。これはそのまま。あ、すいません。はい、ありがとうございます。乾杯やばい。はい、唐揚げとフライドポテトください。おー、200円になります。ありがとうございます。もう箱焼きが絶品でね。お、ありがとうございます。よかった。やっぱりね、虫は虫でいいんだけど、やっぱ焼けね。ビール出してたんで、ね、合うかなと思って。焼き鳥もなんで、はい、じゃあまず、焼き鳥も。はい、はい、はい。ありがとうございます。うまいよー。やんやん、なんだろう、こんにゃくのようなみたいな表情一つ一つ違う。違う。ちょっとお待ちください。今お疲れ様です。